原爆の日の今日、名古屋市中区の東別院では76年前、広島に原爆が投下された午前8時15分に合わせ、書家の大津貞信さんが大書を披露、被爆者への祈りを力強い文字で書き上げました。夢も希望も命も全てを絶たれることの悲しさを、苦しさを、虚しさを、無念さを知ってもらいたい。この作品は東別院に奉納されるということです。